サディクラー、今日はタイの代表的なデザートであるカオニアを作ります。ピアノの方はいつものように私が弾きます。エンターテイナーを弾きますので、聴きながら見てください。いかがでしたでしょうか。今日はタイのデザートであるカオニアを作ってみました。これからもいろいろアップしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ポッカマイナクラー。